スの旅のコムです。よーうまい、テクテンモーニングを食べ尽くそう。愛知でモーニングめっちゃ食べたじゃん。岐阜でもねかなり熱いモーニングの情報入ってますので、できる限りお届けしていきます。ぜひこの動画最後までお付き合いください。モーニングハンターレッツゴー。このチャンネルではバンライフで日本一周をしながら日本のうまいを世界へ発信しています。興味のある方はぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それではどうぞ。ピーカーチャンネル、今日の動画は私が一番楽しみにしていた岐阜モーニング特集、ぜひ最後までお付き合いください。早速訪れたのはコーヒー工房バリスタ。手近駅から車で7分のところにあり、岐阜県内でもトップクラスのモーニングサービスがあるお店。店内はテーブル席が8卓ですぐに満席になってしまいますが、バリスタは一日中モーニングが楽しめるので好きな時間に行けるのが魅力。ドリンク1杯で7つの選べるモーニングも種類豊富です。早速注文。オムレツで。はい。はい。お願いします。はい。こっちです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。めっちゃ美味しい。最高じゃない？すっごい。東海帰ってきた。行くぞ。うん。茶碗蒸しついてるの。すごい。すごいよね。すげえ。フルートン。しかもあったかい感じ。うん。美味しいです。茶碗蒸しがいいね。いいよね。いいインパクト。うまいわ。ちゃんと手作りだから層がさ、しっかりふわふわするね。オムレツセット当たりだね。当たり。普通にうまいやつ。店主さんが視聴者さんだったっていう奇跡を最近ね見てくださった。お土産ももらっちゃった。久しぶりの展開で鳥肌立った。いや私もなんかもううわーってもうなっちゃった。びっくりした。鳥肌立って運転できないから。ドーン。ピーコは次に訪れたのはインドカレー吊るし北島店。たまに本場のインドカレーが食べたくなりますよね。 JR 東海道本線岐阜駅より車で11分のところにあるお店。モーニングは北島店のみなのでご注意ください。モーニングメニューは5種類あって、なんといっても一番の魅力は全モーニングでドリンクバーが楽しめることです。期待高まります。ナマステ。ですが、チャイもあるんですが、クマでなし。よろしくお願いします。はい。味噌汁じゃない。スープだ。スープ？いつもアイスコーヒーだけだけどさ、ドリンクバーだったらマンゴーらしい飲んでる。私最後にチャイ飲む。いやー熱いねこれは。美味しいね。うまい。楽しみ。
甘口って書いてたけど、めちゃくちゃ甘い。あ、でも美味しい。クリーミー。あれめっちゃココナッツ効いてるね。うん、なかなかボリュームあるね。ポテトついてるの嬉しい。これ450円でしょ。ドリンクバスでしょ。めっちゃすごくない。どうなってんだろう。あまり70%で計算してんの。実質280円なんでしょ。300円ぐらいでしょ。ワンプレートで。ワンプレートで300円の割りが出てると考えてもさ、2人で600円ぐらいじゃん。12人1人分の1時間にもならない。気に入ってすごいね。大大大大でも、モーニングやってるのは、ここの北島店だけ。はい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 。つるしの中でね。うんうんうん、もう野菜サラダ、夏そば、卵、めっちゃうまい、これ。うん、あ、めっちゃいい。うん、そうだよね。もちもちのチーズが、めっちゃうまい。肉厚チーズゾーン超美味しい。うまっ。なんとカレーの相性がぴったりだ。生まれて初めてかも。ライス頼んで失敗したと思った。ふっかふか。何がおすすめだね。うん。どうだ。食べちゃってるよ。ごちそうさましてね。やべ。最後の映像ない。無我夢中で食べちゃって最後一口取るってのが僕らのルールなんだけどね、うん、完全に食べちゃったね。完全に食べちゃった。スープ残ってた。うん、そう、ラッシーの梅は、うん、ラッシー最高。うめぇ、モーニングって感じ、うん、ピコはほい、停止だから。はい、右、オッケー、左。3店舗目に訪れたのはコーヒーアイリス。名鉄岐阜駅から車で10分のところにあるお店。ネットの口コミでは接客やお店のルールに賛否両論あるようですが、実際はどうなのか楽しみです。そのパターンですよ。逆にメニューないんだよ。ドンリードリンクね、何が来るんだろう、お楽しみ。着きますとしか思ってない。何が来るとか何が聞いてんの。ワクワクするでしょ。アイリスの魅力は何といってもこちらの、すごすぎる。いやー、すごい。やばい。このコースだけじゃないんだね。すごいの来た。ジージーこれでどう。ありがとうございます。おいしそう。ね、うん、初めて来た。ないです、ないです、こんなの。すごい。今全国旅してて。あ、食べてやこうじゃん。ブルーライト、これから行こうと思ってました。すごい。わ、行ってますね。皆さんはその日の気分によって見せたりとか。うわ、いいですね。いっぱいありますもんね。羨ましい。めっちゃ最高。最高な、最高な皆さん。いや、すごいね。飲み物頼んだらこんなについてきた。何が起きてんだこれ。今わかんないよ。うわー、すごい。めっちゃ最高。みたらし。めっちゃ美味しいか。めっちゃうまくない。いっちゃうんすか、フルーツの分。便利ないフルーツ持って帰るんですよ、ね。うち通せたからさ、うん、おやつちょっと持って帰るよ。いいんですか。頑張って一生懸命食べて。いや、もう一生懸命とかじゃないよね。余裕だよ。いや、マジでちゃんと全部食ってんじゃん。お団子は最後コーヒーで締めたいから、フルーツの分の最後はメロンにしました。うちに決まりだ。君に決めた。みんなメロン。
コーヒー飲んで、パン食べて、フルーツ食べて、フルーツまでゲットした。持ち帰ります。これでも腹いっぱいだもんね。私、全部食べた。満腹じゃい。ピーコは、4店舗目に訪れたのはアイリスでも他のお客様が行っていたブルーナイト。織部駅から車で11分、県道167号線沿いにあるお店。店内はテーブル席やソファー席があり、以前はスナック営業もしていたようです。入店してすぐにプレートを手渡され、バイキング形式でモーニングを楽しむことができます。あ、2人です。ありがとうございます。あ、先にこれをもらえる。どうすればいいんだ。ゆで卵は1個ずつ、1個ずつ、豆腐でもいい。はいはいはい。もう自由に取って最初。あ、わかりました。わお、はい、ありがとうございます。いいじゃん、やばいね。おにぎりもあるよ、こぼさん。いちじく食べたいんだが、焼き芋だ、焼き芋食べる。今日もピピピピ。よろしくね。これ見ようかしに持ったったぞ。すごい似てますね。うん、栄養ばっちりだし、炭水化物もばっちり。めっちゃホッとするアイス量だ、ポイタン。ナスだよね。すげえ。大根の葉の炒め物。酒で味付けてる。小肉ジュースみたいな。すごいね、安っ。1パック100円でお惣菜持って帰れるんだもん。めっちゃいいじゃん。すごいね、びっくりしちゃった今。箸止まったよ。30から30起きて、もう作って25種類か27種類ぐらい作って、はい、こうやってやってるもんで、もう年度は8時から2時半。スナックとしては今やってないです。やったら倒れてるからね。いや、白石シャワーも持ってくれなかったんですよ。車内で待ってピーコは。いや、うまかったし、めっちゃいい感じだったね。なんかネットで事前に調べた感じはさ、ネガティブなコメントとかもあったんだよね、口コミとかね。でもさ、400円でドリンクついてあれ食べれて文句言ってるやつの心が知れないよ。僕はそう思います。絶対来た方がいい。大満足です。岐阜県モーニングもごちそうさまでーす。岐阜モーニング、想像以上に楽しめました。みんなもぜひ行ってみてね。次回は44軒目福井県突入、初の北陸3県、お楽しみに。これ500円ですもんね。いつも高評価とコメント本当にありがとう。よければここでポチッとチャンネル登録してってね。それでは今日はこの辺で、前を向いてゴーマイウェイ、ミオワー、グバイ。